私は美月、29歳です。私は明日先生と結婚します。私は彼のことを先生と呼んでいます。それは先生が私の元担任だからです。私たちの出会いは16年前、私が中学生の時でした。先生は私の中学生の頃の担任だったのです。その頃の私はピアノが大好きで、休み時間は音楽室でピアノを弾いていました。おとなしい性格で友達もおらず、むしろクラスの女子からからかわれる対象だったので、教室にあまりいたくなかったというのも理由の一つでした。先生は音楽教師でピアノがとても上手でした。先生の綺麗な指が軽やかに動き、美しいメロディーを奏でるのを聞くのが私の唯一の楽しみだったのです。先生は私の話をよく聞いてくれました。友達がいないこと、クラスの女子にからかわれていること、そして母からネグレクトされていること。私の家は母子家庭でした。父と母は私が生まれてすぐに離婚し、それから母はスナックで働きながら私を育てました。育てたといっても、私の食事はいつもコーンフレークか菓子パン。母が料理をしている姿なんて一度も見たことがありませんでした。授業参観も体育祭も一度も来たことがありません。私は母にとってはただのお荷物だったのです。一度母に言われたことがあります。あんたなんて産まなければよかった、そしたら私は自由なのに。母は酔っ払い、そう叫んで家を飛び出し、数日帰ってこないということもありました。そんな母ですが、私が中学3年生の頃再婚しました。その日は母が珍しく上機嫌で、見たこともない男の人を家に連れてきたのです。この人が新しいパパよ。よろしく。その男の人はぶっきらぼうに一言言うと、私をじろじろと観察してきました。私は知らない男の人と一緒に暮らすのは嫌だなと思いながらも、母が上機嫌ならまあいいかと再婚を受け入れました。これが私にとっては地獄の始まりだと知らずに。母は再婚後もスナックで働き続けました。ある日、母が不在の夜、あろうことか義理の父が私に襲いかかってきたのです。私は必死に暴れ、なんとか逃げることができましたが、ショックで母に助けを求めたのです。母に電話をし、父にされたことを説明したものの、母は怒り狂い、私が父をたぶらかしただの、このあばずれだの、実の娘に言うことではないだろう言葉を散々浴びせてきました。私は母に信じてもらえない悲しさとショックで電話を切り、とぼとぼと歩き続けました。どこに行こうか悩んだ挙句、思い浮かんだのが学校の音楽室でした。その場所だけが私にとって安らげる場所だったからです。でも時刻はすでに22時、学校も施錠しているだろうし入れないだろうなと思いながら学校へ向かいました。すると学校の入り口で先生に会ったのです。ちょうど先生も帰るところで、青ざめた私の顔を見て、ただごとではないと察した先生が、私を音楽室に連れて行って話を聞いてくれました。義理の父に襲われそうになったこと、母に罵倒されたこと、すべて話した後、先生は、じゃあしばらくうちに来なさい。え？心配しなくて大丈夫です。私は今実家で暮らしているので、父と母と妹家族と一緒に住んでいます。すごい大家族ですね。先月まで一人暮らしだったのですが、わけあって今は実家暮らしなんです。と言って先生は家へ連れて行ってくれました。先生の実家はとても大きくて、先生の家族もとってもいい人たちでした。私の事情を知り、大変だったね、もう心配しなくていいからねと言ってくれました。先生は私の母に、私が先生の家にいるということを知らせたのですが、母は厄介払いできたと言わんばかりに、もういらない子なんで好きにしてくださいと言ってすぐ電話を切りました。そうして私は先生の家にしばらくお世話になることになりました。
数ヶ月が経ち、私は中学の卒業式を迎えました。時を同じくして先生は北海道へ転勤になり、私たちは離れ離れになったのです。先生は転勤の話が決まっていたので、一人暮らしの家を引き払い実家に住んでいただけだったようです。私は高校生になっても先生の家に住み続け、すっかりみんなとも家族のような存在になっていました。そして私が高校3年生になり、あともう少しで卒業というところで事件が起こりました。ある日、母がいきなり先生の家に来て私を連れ戻そうとしたのです。久しぶり、一緒に帰りましょう。何なのよ今さら来て。あの男はどうしたのよ。あんな男別れたわよ。あんたもうすぐ高校卒業でしょ。就職するのよね。ああそういうこと。今度は私に帰省しようっての。産んであげたんだから恩返ししてよね。私は母が私のお金を当てにしようとしているのは目に見えていました。でも私は就職ではなく大学に進学することが決まっていたのです。先生に口酸っぱく大学に行けと言われていたので、必死に勉強し奨学金を借りられることも決まっていました。その日は何とか帰ってもらいましたが、その日から母は私の通学途中やバイト先に現れるようになりました。どうやら私をつけているようでした。私は北海道にいる先生に電話をして相談しました。すると先生は思いがけないことを言ったのです。転勤が決まりました。来月そちらへ戻ります。本当ですか？嬉しいです。待ってます。そして先生は本当に戻ってきました。私は約3年ぶりに会えた嬉しさで、その日は夜通し先生に3年間のうちに会ったことを話し続けました。先生はあの頃と変わらずニコニコと話を聞いてくれました。母のことは先生が何とかしてくれると言い、その日はそのまま眠りにつきました。そして翌日バイト帰り、家の近くで母が待っていました。無理やり私を連れ戻そうと私の腕をつかみ大声を上げながら引っ張ってきたのです。私が驚き振り払おうとするも、ものすごい力で振り払うことができません。すると先生が家から出てきて母の腕をつかみ引き剥がしました。お久しぶりです。私たちの大切な家族に何か用ですか？大切な家族？美月は私の娘よ。美月さんはもう私たちの家族です。あなたは美月さんを放置して挙句暴力を振るった。それよりもっとひどいことも見て見ぬふりをしましたね。証拠もあります。それを警察に持って行ってもいいんですよ。もう美月さんを自由にしてあげてください。そう言って先生は私を家の中に連れて行きました。母は悔しそうな悲しそうな顔で帰っていきました。その後は母に会うこともなく、大学を無事卒業し就職しました。そして仕事を始めて数ヶ月後、私は一人暮らしをすることになったのです。私は先生の家を出るとき、先生にあることを伝えようと決めていたことがありました。先生と家の近くの公園で待ち合わせをし、震える声で先生に好きですと伝えました。私がこの気持ちに気づいたのは高校を卒業した時でした。私が卒業するのと同時に先生はまた一人暮らしを始めたのですが、これから先生と会えなくなってしまうと寂しくなり、そこで初めて先生への気持ちに気づいたのでした。でも先生はずっと先生だったから、まだ10代の私の気持ちには応えられないだろうと分かっていました。だから私がちゃんと大人として独り立ちするまでこの気持ちに封をしていたのです。そして今日やっと自分に自信が持てるようになり、先生に告白したのです。先生、私ずっと先生のことが好きでした。ありがとうございます。とても嬉しいです。教師冥利につきます。そういう好きじゃなくて、男性として好きという意味です。それはどうもありがとうございます。付き合ってください。私がそう言うと
先生は優しい顔をして私の頭をポンポンと撫でて、顔を真っ赤にしながら、あ、私も美月さんが好きです。出会ってから11年経って私たちはようやく結ばれたのでした。母は今田舎で一人暮らしをしており、パートで事務の仕事をしているそうです。あの頃に比べるとだいぶ落ち着いた様子で、たまに電話で話すようにもなりました。まだ母を許す気にはなれませんが、いつか孫が生まれたら会いに行ってみようかなと思います。今は先生と先生の家族が私の大切な家族です。今までたくさん受けた愛をこれからは私が返していこうと思います。